正しかったのか。シャンピニオンのエッセンスはエッセンスで水で炊いていったのが正解だったのか。それはシャンパンで満たして、シャンパンで満たして、それをあの柔道シャンピニオンで使おうという、柔道シャンピニオン考え方は間違いではない、はい、基本はどうして筋でます、それともそのガルミチュールのシャンピニオンの品したものでエッセンスに持っていくのか、それともそのクズで持っていくかってことですね、はい、だけどやっぱりあのツルでしてるとしてるクズだろうね、クズでクズで取ったものやるかっていうのクズを使って水でね、はい、だから姫だから煮出すという感覚だからね、だからあんまりたくさんの液体を使わないでしっかりとエッセンスを取るということで、キュメとシャンピニオンということを使ってるんだと思います。まあ、柔道にピストンとシャンピニオンとか、柔道シャンピニオンだったら、まあ、すごい、あのシャンピニオンを茹でたら柔道でもいいと思います。今日、用意したのは。間違いない。